この度は入江直樹と大泉佐保子の婚約が整い喜んでおります。謹んでお受けいたします。幾久しく納めさせていただきます。相原琴子さん、俺と結婚してください。答えるつもり？分かんない。金ちゃんのことはすごい好きだけど、ずっと友達として仲良くしてきたから。まあそうだろうね。私は琴子には入江より金ちゃんの方がお似合いだと思う、はっきり言って。さとみ、だってそうでしょ。入江なんてさ、散々思わせぶりな態度取ってきて、キスまでしといて、あっさり他の女と婚約してんだよ。琴子の親友として許せないよ。だよね。その間も金ちゃんはずっと一途に琴子だけを思い続けてたわけだし。琴子だって言ってたじゃん、金ちゃんと一緒にいると楽しいって。自分にないものを持つ入江に憧れる気持ちもわかるけど、でも長く付き合っていけるのは、一生一緒にいて幸せになれるのは金ちゃんみたいな男だと私は思う。うん、愛するより愛される方が女は幸せって言うしね。これを機に金ちゃんのこと真剣に考えてあげなよ。日本酒をお待たせしました。はい、お兄ちゃん今日も元気かな。お気にお兄ちゃんみたいなな、威勢のいい人がうちの店にも行ってくれると嬉しいんだけどな。うちもね、和食屋やってんの。どこでやってるんですか。え、教えないよ。教えてくださいよ。教えて、はい、私が金ちゃんにプロポーズされたって知ったら入江くんどう思うだろう。入江くん少しは驚いてくれるのかな。それとも、ねえ気づいてる、私はアップデートしているよ。いつか届きますように。
この度は我が社への多額の出資をご決断いただき誠にありがとうございます。おいおい、そんな堅苦しい話はやめてくれ。これから家族になるんじゃないか。お互いに助け合っていこう。ありがとうございます。それで二人の結婚式の日取りは？それはもう会長のお好きなように。ああ会長、実は父は今年中に心臓の手術を予定しています。直樹、これから家族になると会長もおっしゃってくださいました。だから僕も隠し事はしたくありません。直樹君、君ってやつは。ですから挙式はその手術が終わってから、できれば来年の方がありがたいのですが。わかった。大事な佐和子の結婚式だ。それぐらいの準備期間は必要だろう。うん。ジューンブライトってやつだな。な、ああ、じゃあ来年の今頃ということで。わかりました。ああ。お時間大丈夫ですか。会長、そろそろ次のご予定が。おお、そっかそっか。それじゃ。夢みたいだよ。君みたいな男と親戚になれるなんて。ありがとうございます。ただいま。お帰りなさい。疲れた。まだ本調子じゃないんだから早く休んだ方がいいよ。直樹、ありがとう。だけど本当にこれでいいんだな。親父も佐保子さんに会って分かったろ。あんな人と結婚するのに何の不満があるんだ。そうだな。お兄ちゃん、本当にあの子と結婚するのね。もう後には引けないよ。相原琴子さん、俺と結婚してください。金ちゃんと結婚か。ピンとこないな。はい。琴子、ちょっといいかな。はい。何、お父さん。なあ、琴子。ん？ちょっとこれ見てくれないか。新しい家？うん。どうかな。前より広いだろ。駅からちょっと遠いけど家賃も手頃でさ。お父さん、こういうの嫌だって言ってなかった？一軒家がいいって。ああ、それはまあ一軒家を持つのは母さんとの約束でもあったからな。まあでも今すぐ一軒家を持つのは無理だし、しばらくは賃貸で。それはお前に向こうが来たらその男と一緒に二世帯住宅を持つのを夢に頑張るよ。もっともお前をもらってくれる男がいればの話だけどな。ねえお父さん。ん？もし私が金ちゃんと結婚したら嬉しい？え？え、な、なに？え、お前、あの男と、え、なに？あの、例えばの話。ああ、金之助ね。
そりゃまああいつは確かに料理の腕前だけは見どころがあるからな。人柄もあったかいし、情に厚いし、馬鹿正直で誠実だし、そりゃお前と結婚してくれたら店の後継者が見つかるってもんで、俺としては嬉しいが。そうだよね。ああ、いや、だからといってあいつと無理して結婚することはないんだぞ。俺はお前の気持ちが一番大切なんだ。お前が一番好きな男で、お前のことを幸せにしてくれるんだったら、店のことなんかは関係ない。まだ絶対振り返ったらあかんね。うん、ここ上がってからや。はい、まだやで。はい、まだやで。はい、行くで。はい、行くで。はい、せーの。うおーじゃーすごい。あ、この子、ほら。うわすごい綺麗。どうや、この子、ほら、行くで、ほら。めっちゃいい席があんねん。特等席が。ほれほれ。ほれ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 、こっちや、こっち。ほれ。どうや。見てみ。どうやで。かいなぁ、かっこええなぁ。これは封鎖できんわな。俺はお前と同じ家にいても嫌じゃないって言ってるんだ。それって私のこと嫌いじゃないってこと？苦手だけど嫌いじゃないよ。え、ほどこ、レインボーブリッジあっちやで。おい、ほどこ、おい、ほどこ。あ、ごめん、なんでもない。さては、腹が減ったんやな。遊びに行く前に、なんかうまいもんでも食いに行くか。腹が減っては戦はできぬ。いや。あ、そうだね。じゃあ行こう。行くか。うん、はあ、レインボーブリッジ素敵。どうしてんこと。入れぬやらないのか。いいから。隣におるんが噂の婚約者か。うわあ、めちゃくちゃお嬢様っぽい感じやな。あら、ことこさん。ああ、さほこさん、先日はどうも。あら、偶然、ことこさんもデート中なの？こちら、婚約者の大泉さほこさん。はじめまして、大泉さほこです。よろしくお願いいたします。あ、どうも、池澤金之助です。ことこのおやさんの店で板前やっております。まあ、お父様の後継者でいらっしゃるのね。いやいやいや、まだまだ見習いなもので。さほこさんはどうして今日ここに？実はこの後銀座で美術展に行くの。その前にちょっと足を伸ばしませんかって直樹さんが。とても気持ちのいいところがあるからって。さほこさんが開放感のある場所に行きたいって言うから。私と一緒に来た場所なのに、そこにさほこさんを連れてくるんだ。入江君にとっては私とのファーストデートなんて何でもない、どうでもいいことなんだよね。あ、そうだわ。もしよかったらことこさんと木之助さんもご一緒しませんこと。え、フランシス・ベーコンの初期作品が。ベーコン。わしらはどちらかというとベーコンよりかはソーセージの方が。そういう無理強いはよした方がいいですよ、さほこさん。ん？そんなところに誘っても二人には苦痛になるだけです。彼らには彼らのレベルがありますから。もうレベル？おい、どういう意味や、イリエ。そうよ、私たちがバカだとでも言いたいわけ？何か間違いでも。直樹さん、
行こう、金ちゃん。私たちは私たちのレベルに合うことしよう。琴子さん。佐穂子さん、どうぞお二人は思う存分ベーコンを。私たちお腹いっぱいソーセージ食べますから。じゃあ琴子、全くお似合いだよ、お前ら。そりゃどうも。どうしたの直樹さん。琴子さんにあんなひどいことをおっしゃるなんて、直樹さんらしくないわ。俺らしくないですか。大丈夫、佐穂子さんにはあんなこと言いませんから。佐穂子さん。直樹さんってお仕事もできて何でも分かってらっしゃるけど、ご自分の本当の気持ちだけはご存じないのね。今日は帰ります。あー、ムカつく。大丈夫か。何が。いや、何がって。何がよ。何もない。ソーセージ単独いや。送ってるか。愛ちゃん。愛原さん、本当に出ていかれるんですか。うちは本当に構わんとよ。いやいや、直樹君も結婚することやし、そろそろ潮時ばい。何もかも終わってしまうのね。みんなお疲れ。お疲れ様です。俺ちょっとこれからお得意さんのとこ顔出すから、あと頼むな。はい、へい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。あー、明日は定休日か。今週もよく働いた。兄貴。え、あとはわしら片付けときますんで、もう上がってもらっていいですよ。そう。あ、じゃあお先。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。金ちゃんも1週間お疲れ様。うん。なあ琴子。うん。明日なんかもう予定入ってる。ううん、なんもないけど、どっか出かける。いや、店で勉強会せえ。勉強会。琴子もだいぶ店には慣れてきたやろうけど、まだ和食の基本とかわからんこともあるやろ。わしもそろそろ自分で考えてコース料理組み立ったりしてみたいし、試食してもらいがてら一緒に勉強せえへんかな思って。いいね、それやろうよ。ええやろ、うん、よっしゃ決まりやね。ただいま。あら、お兄ちゃん遅かったのね。でもね、琴子ちゃんまだ帰ってきてないんだから。そう、お店の片付けなのかしら。最近いつも遅いのよね。いや、今日は一段と遅いかも。もしかしたらあの金ちゃんさんって人とどこか出かけてるのかもしれないわね。ひょっとしたら今夜帰ってこないかも。おやすみ。ね、お兄ちゃん、ね、相原さんたちうちから出ていくって本当に
それでいいのね。相原なら今日休むって連絡あったぞ。そうですか。同じ家に住んでんのにお前らお互い何も知らないんだな。会社の仕事が忙しくていつも家に帰るのが遅いんで。じゃあ。そういえば入江、結婚するんだってな。おめでとう。ありがとうございます。久しぶり。元気？入江君に振られてもこの通り元気よ。辞めるの？大学。多分。私彼女嫌いよ。文句の言えない女ってつまらない。松本らしいな。誰かの男になってもかっこいい入江君でいてね。じゃあね。じゃあ悪いのかよ。休学してるだけでまだ在籍はしてるんだ。ふーん。あら、琴子ならもう今日はいないわよ。お会いに行く様でした。別に聞いてないし。もうお店行っちゃいましたよーだ。店？今日定休日じゃないのかよ。あら、よくご存知だこと。でもね、その定休日にわざわざ出勤して金ちゃんとお勉強会ですって。勉強会っていうかそれは表向き。琴子は金ちゃんのプロポーズに応えるために。プロポーズ？あら、聞いてないの？金ちゃん琴子にプロポーズしたのよ。うん、いいじゃないの。誰かさんがどこぞの令嬢と政略結婚することになって、そりゃ琴子も最初は落ち込んでたわよ。でもね、やがて琴子は真実の愛に気がついたの。で、さとみ。え？ああ、そう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 。お金や地位や肩書きに目のくらむことのない一途な思いにね。そうそう。じゃあ私たちはこれからデートなんで失礼いたします。ああ、本当に愛する彼とのデートって貧乏デートでも超幸せね。え、じゃあ失礼。さよなら。プロポーズに応えるなんて一言も言ってなかったじゃん。あんな適当なこと言っちゃって本当に良かったの？だってあのくらい言っちゃうだけ悔しいじゃん。いい薬だよ、あの冷血男には。そうだね、うん、そうだそうだ。はぁ、すっきりした。はい。おー、綺麗。なんか肉じゃがじゃないみた
和食はな、舌だけと違うて目でも楽しむもんなんや。綺麗に盛り付けることも大切なんやで。では試食してみてください。はい、いただきます。はい。じゃがいも、こんな美味しい肉じゃが食べたの初めて。せやろ、うん、高級な懐石もええけどな、わし誰もが知ってる家庭料理、肉じゃがとか、うん、きんぴらとか揚げ出し豆腐とか、そういう料理を出す店をやりたいと思ってんね。人の味覚のルーツってやっぱり家庭やと思うし、最高の素材使って最高の家庭料理作って、その素晴らしさをみんなに分かってもらいたいね。店の雰囲気も家庭的にして、優しいて、みんなに愛されるおかみさんもいて、二人で店切り盛りして。金ちゃん、この前の返事そろそろ聞かせてもらえへんか。ごめん、もうちょっとだけ考えさせてもらっていいかな。やっぱり忘れられへんのか、入江のこと。そんなことほな、何やねん。俺ずっとコトコのことを見てきたのに、前見てくれや。あんな冷たいやつのどこがええねん。金ちゃん、あんなやつのこと俺が忘れさせたる。ごめん、金ちゃん。そうか、やっぱり入り江なんか。ごめん。本当にごめん。
ちゃんにあれだけ期待させといて、思わせぶりな態度をとって、挙句に出た言葉が入江君だなんて。ずっと考えて悩んで諦めて、それなのにやっぱり入江君なんだ。もうどうしたらいいか分かんないよ。会いに来たんだよ、お前を。迎えに来た？私を？あいつと会ってたのか。え？池澤だよ。うん、そう。プロポーズされたんだってな。そうよ。私だってまんざらじゃないんだから。なんて答えたんだよ。って答えたって入江君には関係ないでしょ。入江君は沙保子さんと結婚するんだから。そうだな。私家出るね。お父さんともう決めたので、金ちゃんと結婚する。それで金ちゃんと一緒にお父さんのお店継いで。あいつのこと好きなのか。金ちゃんは私のこと高一の時からずーっと好きでいてくれたんだよ。お前は好きって言われたら好きになるのか。何よ、悪い？私はもう何年も片思いして実らない恋に疲れちゃったの。家君は沙保子さんのこと考えてればいいでしょ。私のことなんか。お前は俺が好きなんだよ。俺以外好きになれないんだよ。何を自信たっぷり。そうよそうよそうよ。だって仕方ないじゃない。入江君は私のことなんか好きじゃないんだもん。私のことなんか。俺以外の男好きだなんて言うな。キス2回目3回目だろ。え？もう数えなくていいよ。Thank you.
寂しくなりますね。またちょくちょく遊び来ますから。あ、帰ってきた、うん、お兄ちゃん、ことこちゃん、どうしたの、そんなズブ濡れで。今タオルを。いや、その前に大事な話がある。お袋もいてくれ。おじさん、お話があります。いや、その前に着替えた方が。ことこさんと。お嬢さんと結婚させてください。入江くん。本気で言ってんのか、直樹。本気だよ。やっと分かったんだ。俺、ことこと結婚したいんだ。もちろん今すぐってわけじゃない。大泉さん側にも納得してもらわなきゃいけないし、会社が持ち直して経営も軌道に乗ってから。でもこれからずっと一緒にいるのはこいつ以外考えられなくなった。承知してもらえますか。直樹君、こいつは何にもできないやつなんですよ。分かってます。頭も悪いし。分かってます。料理もできないし。分かってます。おっちょこちょいで早がてんで失敗ばかりだし。分かってます。でもね、明るくて根性があって一途で本当に可愛いやつなんです。分かってます。直樹君、ことこのことよろしく。すいません。これで大泉会長のパンダへの出資も危うくなると思います。俺は多大な損害を。そうだな。これはパンダにとっては非常に深刻な事態だ。パパ、そんなこといいじゃない。いや、パンダの社長として一社員のこんな身勝手な行動を許すわけにはいかん。おじさま、それでもどうしてもコトコちゃんと結婚するというなら条件がある。お前はパンダイを退社しなさい。パパ。そして大学に戻って医者になる勉強をしなさい。親父、隠してたつもりだったのか。親を見くびるんじゃないよ。父さんとっくに分かってたよ。パンダイは私が作った会社だ。私が責任を持って再建する。大泉会長にも話をつけとくよ。だからお前はお前の夢を追いかけなさい。ことこちゃんと一緒に。ありがとう。ありがとうございます。でもおじさまの会社はどうなるんですか。僕がやる。
僕がパパの会社を継ぐよ。まだ当分時間はかかるから、それまではパパに頑張ってもらってさ。だからお兄ちゃんは医者になっていいよ。じゃあそうさせてもらうよ。頼んだぞ、ゆうき。よかったわね、よかったわね。これで何もかもうまくいったじゃないの。私たち本当に家族になれるのね。何はともあれ、ほら着替えてきなさいよ。乾杯しよう、乾杯しよう。ほら、ね、着替えてきて乾杯。なんか怖い。明日になったら入江くんが元の意地悪な入江くんに戻っちゃいそうで。じゃあ一緒に寝るか。あの、そういう意味じゃなくて、あの、もう、本当に私でいいの？ああ。大好きだからね、入江くん。知ってるよ。十分ね。でも、入江くんが私を好きなのは知らなかった。お前には降参したよ。大好きだよ。日曜だってのにこんなに朝早くから悪かねえ、愛ちゃん。ああ、横か、構わんよ。ここで奥さんどこ行くんです？結婚式。ええ？ほら、まさか。もちろんお兄ちゃんとことこちゃんだよ。おい、聞いてないぞ。だって言ってないもの。あの、でも、あの、本当に今日結婚式するんですか？あの、下見とかじゃなくて。サプライズプレゼントよ。じゃーん。ゆうきくん、うん、フェアフェザーズメイクフェアフォルスは？こんな簡単な英語も分かんないのかよ。やっぱりコトコはバカだな。そのフェアなんとかってどういう意味よ？フェアフェザーズメイクフェアフォルス。
美しい羽が鳥を美しくする。まあ誰でも綺麗なドレス着たらまともに見えるってことよ。何よ人をバカにして。結婚祝いに一ついいこと教えてやるよ。じゃあ耳かせ。かっこええやんか。お前はいつもかっこだけは一人前やな。池澤、コトコ、もらうぞ。ったく、コトコは男を見る目がないの。コトコ、幸せにな。ちょっとでも泣かしたら承知せんぞ。ああ、油断はできへんで。いつでもわしが待機しとるさかい。だな。機嫌直してよ、お兄ちゃん。そうだよ、直樹。いいね、いいね。かっこいいわ、お兄ちゃん。ねえ、気づいてる？私はアップデートしているよ。いつか届きますよ。こうも勝手に進められちゃ不愉快だけどさ。お前が綺麗だからもういいや。お病なくさむ助けて、その命の限り固く世相お守り。お篠様、どうぞビールをあげてください。では
誓いのキスを。ねえ、レイ君、前から私のこと好きだったんでしょ。は、何調子に乗ってんだ。聞いたわ、私と入江君の2回目のキスのこと。ゆうき君がこっそり教えてくれたの。あいつ、入江君だって私に夢中だったんじゃない。おいのー、こんな山のなでしこ見たことがない。ざまあ見ろ。参ったよ、お前には。こうして私は相原琴子から入江琴子になった。流れ星？昼間なのに。人が流れ星に打たれる可能性は100億分の1。お前との出会いはそれ以上の奇跡だよ。